YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハウです。今日も、お酒を紹介したいと思います今日もビールですね。こちら、スペインのビール、クルツカンポ、こちらを紹介したいと思います。はい、こちらがクルツカンポというスペインのビールになります。裏面に書かれている文字をちょっと読んでみます。1904年スペインセビリアで創業当時から遊戯ない味を追求してきました。美しい黄金色で、爽やかな印象のビールですということですね。で、これ珍しく、ヨーロッパのビールはちょっと、なんかやっぱ発泡酒扱いになるんですよね。いろんなフルーツとか入っているものですので。けどこちら見てみると、ビールって書かれてますね。うん、ちょっとヨーロッパのビールだったらちょっとこうビールってここまで書かれてるのはちょっと珍しいような気がします。まあコーンやホップとかが入って、コーンが入ってるみたいですね。アルコール度数は 4.8% らしいです。このラベルがいいですね。このちょっとふっくらした男性がもうジョッキを持ってから、このなんだこの見えますかね、このドヤ顔この一度見たらちょっと忘れられないあのラベル、すごく、いいですね。こんな感じになっておりまして、で、クルツカンポって書いてますね。スペイン語で、はい。そもそもこのクルツカンポって一体どういう意味なのかと言いますと、ちょっと調べてみましたら、クルツカンポとはトーマスとドベルトの オズボーン兄弟によってアンダルシア州の州都であるセビリアに誕生して以来、多くのスペイン人の支持を受けてきました、という兄弟が、オズボーンという兄弟がいたらしいですね。で現在はハイネケンエスパーニャ社の一員となっており、世界中に輸出されるスペインを代表するビールブランドとなったそうです。スペインのビールといったらこのクルツカンポが挙げられるみたいですね。もう代表的なビールの一つになっているみたいです。クルツカンポという名前はこちらですね、セビリアにある寺院クルツ・デル・カンポに由来し、スペイン語でクルツは十字架、カンポは、野原、草原を意味するらしいですということらしいですね。つまりなんだ、十字架の草原、草原の十字架、そんな感じ、野原の十字架、十字架の野原、十字架の花、どっちかちょっとよか、そんな感じらしいですね。で、ロゴにはホップを使用したビール醸造を考案したと言われているガンブイヌス王がプリントされているということらしいですね。ガンブイヌス王。そうだな。らしいです。これがその王様みたいですね。じゃあちょっとこちらを飲んでみたいと思います。はい、ではこちらクルツカンポ、いただきたいと思います。クルスなのかクルツなのかツなんかスなのか、ちょっと発音がちょっと私よくわからないですね。ちょっと詳しいスペイン語に詳しい方ちょっとお願いします。じゃあちょっといただきます。ええ感じに続きましたね、今日はこちらが、クルツカンポになります。黄金色って書かれている通り、本当にちょっとすごい、金色にですね、泡の立ち方もすごくいいですね。シュワーって見えますかね、この今泡がちょっと立っているところ。カメラじゃ分かりにくいですか。見えますかね、ちょっと泡がすごく立ってますね。泡もすごくきめ細やかな感じですね。ここまでちょっと透き通った金色もちょっとすごい感じ、いいですね。ではいただきたいと思います。はい、ではいただきます。香りは、ちょっと日本のビールにちょっと似てるような感じがしますね。けどもちょっと
日本のビールよりはちょっとフルーティーな匂いがするような感じがしますね。うん、いただきます。おお、あ、爽やかですね、確かに。うん、けどちょっと爽やかな中に苦みがグッてきますね、こちら。うん、喉越しはすごく良くて、うん、ちょっとなんか日本のビールに似てるような気がします。似てる部分も合うと思いますね。うん、似てる気がしますというよりは似てる部分もある。うん、喉越しはすごくいいですね。うん、爽やかって書いてるのも分かります。で、飲んでちょっと苦味がガーってやっぱ押し寄せてきますね。うん、ちょっとこちらほんと海外のビールが苦手って方でも多分飲める味だと思いますね。うん、スペインって言ったらやっぱトマト料理が多いからかな。うん、ちょっと、うん、トマト料理に合うような多分味付けも考えてるでしょうね。うん、うん、とても美味しいビールだと思います。日本人の口でも本当、うん、そんな違和感はないですね。うん、クルーツカンポ、クルーツカンポ、うん、を今日はいただいてみました。うん、ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。うん、神々ですいませんね。ではまた。